はいどうも、インディーゲーム専門 VTuber の白子りゲームズです。今回プレイするタイトルはシフト87。本日の業務は特殊環境に異常がないか調べ報告すること。些細な異常や不穏な出来事が起こる一人称視点の観察ホラーゲームです。プレイヤーは調査員として3つのステージをくまなく観察し、小さくて些細な異常から恐ろしく見逃しようのない異常まで合計66個の異常発見を目指します。総プレイ時間は2から3時間ほど。すべての異常を見つけて報告し、勤務を終えることはできるのでしょうか。美麗なグラフィックに没入感の高い音響が雰囲気抜群です。それでは早速プレイしていきましょう。はい、シフト87。こちらゲームを提供していただき、先行プレイさせてもらえることになりました。ありがとうございます。それでは早速業務開始していきましょう。はい、すごい美麗グラフィック。ようこそ。私は今回の業務の監督官だ。君の仕事は簡単だ。与えられた環境をよく見て記憶すること、その後その環境の別バージョンに移動することになる。今日の君の仕事は異なる点を見つけることだ。異変探し系ですね。 OK です、任せてくださいよ。あ、右クリックでズームができますね。あとはさっきのやつは あれ上司ですか。あれは上司あれ人いるの。人形かマネキンかな。微動だにしないですね。まずここを観察するんですね。って言っても結構広い会社内って感じっぽいけど、まあ、プロジェクターがついてて、でも何も写っていない。写真が4枚。で、あの人は、ちょっと左側を向いてて、結構、何の変哲もない。シャツが引っかかった椅子、テーブル。はいはいはい。って感じね。ここが、受付。ねえ、なんて書いてあるんでしょうね。レセプションデスク。受付があって、結構暗いな。で、自動販売機は、壊れちゃってるのかな？中にはスナックがありますが。で、ドアとかを開けたりはできないですね。うん。で、右側には自由の女神像の写真と雑誌がいくつか。左側には何かの建物とお水、ウォーターサーバーですね。はい。ここに乗っかるっぽいですね。勝手に行ってくれるんでしょうか。これは22分の1。環境に異常があると確信したら、その装置を使って報告しなさい。集中して。細かいところにも注意を払っていれば、すべて発見できるはずだ。頑張ってくれ。はあ、R を押して異常を報告する。なるほど、そういう感じ ?R ね。R か。異常あるかな？この、何か映ってれば確実に異常だってわかるけど。あと、目立つあの人形もね。その異常が、この視界の中に映ってればいいのかな？ああ、受付の絵とか覚えてなかったな。あと、その奥の時計はちょっとさすがに針が見えにくいから、そこまでの変化はなさそうな気がするけど、どうでしょうか。これはなんだ？いや、これ、この、この明かりだわ。なんか光が浮いてんのかと思っちゃった。あの人形さ、こっち向いてない？そんなことない？そんな気がするだけ？え、異変ある？異変がなかったら進むとかそういう感じなの？ファイヤー。どうなん？一応走ることができますね。あんなんあったっけ？異常報告中。報告完了。報告完了？報告完了？
何もわかんないけど、これ自分が何を報告したのかもうよくわかんないってこと？なんだろう、とりあえず進んでみます。ちょっとわかんないですね。不正解だったら上がれないのかな。上がれないっていうか、なんていうか、これで22回分の0だね。もう0のままだね。じゃあなんか間違ってたんだ。間違ってたんだな。結構なんだろう、ちゃんと見ないとわからない系かな。あれ、こんな絵だっけ。うん、これはダンサーのだよね。俺こんな絵してたっけ。サーカスみたいな。ここにあるものまで覚えられる？で、ここはドアでしょ？うん、最初は広い空間かと思ったけど、そうでもなくて。何が違うんだろう？全然わからん。ちょっと何度も何度も行くしかないっすね。あ、22個の異常を見つけるのか。22個異常あんの？毎回毎回乗るたびに異常は変わるのかな。これは何も変わってるように見えない。ここに名前が書いてある人数が変わるとか。そんな細かいことあるか。パッと見ほんとわかんないな。これがね、あの変えるようになってたりとか、そういうのありそうな。あれ、床のカーペットこんなだったっけ。もうちょっと暗くなかった？床のカーペットなんかこんな目につくような色でしたっけ。ちょっとよくわかんないけど、どうだ。あ、一ついけましたね、最初の異変。やっぱカーペットの色違ったんだ。本当か。多分カーペットだと思うんですけど。あの人、いやー、こんな感じだったか。うん、シャツがかけられてて、引き出し開いてたっけ。引き出しが開いてるな。で、相変わらずプロジェクターには、あれ、あそこにあんなファイルあったっけ。ファイルあったっけ、あそこに。これ毎回起こる異変は一つなんですか？それとも複数起こるのかな？それがよくわかんないですよね。これはサーカス。あれ？あ！ここに、な、あ、異常が、位置が変わってる。あ、やばい！一回のプレイで報告できる異常は1個だ。そういうことか。ちゃんと確信が持てたところで使わないと。あー、今のめっちゃわかりやすかったのに、惜しいことしたな。あれ、2に増えてる。2に増えてる。視界に、私、ここら辺で、どこで報告したっけ？ここで報告したっけ？自動販売機が視界にたまたま映ってたから OK だったってことかな？
あ、てかこっち撮ったよね。そうですよね。さっきこっち撮りましたよね。何が異変だったんだ。なんで OK になったんだろう。ちょっとよくわかんないけど。そうか。あ、ネズミいる。ネズミネズミ。異常異常。ネズミが出るの。あ、めっちゃネズミ来てる。どこから。うわ、ネズミだらけ。どうして。あ、カーペットはやっぱ違いましたよね。ネズミ。でもネズミ取ったから多分いけるっしょ。あーね。こんななんか、ネズミはまあ、可愛いもんですけどね。あんまりにも大量の腹を空かせたネズミがいると、まあ、ちょっと食われる可能性が出てきちゃいますが。はあ、ははあ、あのマネキン、何も起こらないな。一番怪しいけど。引き出しは出てる。サーカス。おかしいようには見えないなと。で、今回は自販機異常なし。いやー、わかんないなー。ちょっと机がずれてるのはデフォルトっぽい。ここにカップ置かれてたっけ？カップ置かれてたかな？置かれてなかったような気がするんですけど。え？何？え？え、お、落ちてっちゃった。あれ？あれどうして？ちょっと異常。え、何何？どうしたらいいの？え、どうする。え、降りれなくなっちゃった。どうしよう。異変を探すだけじゃないのか。こういう時は上司あのエレベーターが動かなくなっちゃったんですけど。あ、ここでいいんですか。これでいい。あ、4になりましたね。あ、映ってる映ってる。目ん玉が。プロジェクター。これは異常ですよ。報告報告。目ん玉剥き出しで、血管が浮いてなくてすごい綺麗な。目玉じゃないのかな？なんだろうね。目玉かと思ったけど、違うのかもしれない。なるほど、なるほど。このオフィスの違い結構気づかなそうなので、様子をね、ちゃんと覚えておきたいところはありますよね。さて、今度こそ乗れるでしょうか。乗れたわ。さっき落ちてっちゃった人大丈夫かな。心配ですね。これで5になったと。あ！え？全然違う。これは異常ですか？それとも、え？これ異常？違うとこ来たの？これは何？この空間なんですか？これ、さっきの場所？違う？これは何？どういうこと？あ、でも、あ、この通信機が使えませんね。異常報告できない。異常しかない空間ですけど、これは一体、どういうことなんだ？開けられる？お。あ、ロッカールーム、うん、今の一番びっくりした。え、これは新しい環境だ。ベースラインスキャンに備え、細部まで記憶しておくこと。状態転換が起こることがある。気を抜かず、異常があれば報告するように。ここからが新しい環境ってことですね。わかりました。ここは、テレビ、工場？工場ですか？工場だな。生産ライン。テレビ作ってるんですか？ボロボロだな。テレビ回収粉砕工場か。ここになんかカートがあって、ずっとテレビがずらーっと行ってて。はあははあ。随分錆びれた工場ですね。緑、赤、青。ここで異常を見つけるの？
ここら辺はテレビが並べられてるのね。で、壁には、三角形、目玉、にっこりマーク、落書きされてますね。ここ出口？テレビこっちだと後ろ向きなんですね。ここもテレビが置かれてると。まあ？これ？で、これも22分の0ってなってますね。そんなにあるんだ。はい。ここ、テレビないっすよ。これ。これ、異常でしょ。テレビ絶対、毎回あったと思うもん。これはもう、報告ということで。ここら辺なんか起こりそうな気しますよね。そんなに見るべきところは多くなさそうなんだけど。あれ？ 1 にならないぞ。どういうことだ？あれ？ここだけ抜けてるのって正常なの？正常だったっぽいな。マジ？一体どこを見るんだ？あの2階部分の窓とか、いや、そんな。ここには、トレー、テレビのモニター？結構わかんなそう。何度も行ってみるしかないな。でも何かしらは、報告した方が、これ何？ 00001。それはなんか意味ありますか？あれ？なんか明るくない？明るい。これで伝わるかな？なんか明るい。あ、人いる人いるんだけど。見られている。人が見られてる。めっちゃ見てる。めっちゃ。人いる。ここからはちょっとよく見えないけど。これは取れたのでは？1になりましたね。22分の1になりました。でも、あの人いるわ。暗い時もあの人いる。見えてなかっただけで。マジ？これでしょ？で、テレビがあるでしょ？人がいるのがデフォルトってこと？いやー、さっきの明かり、あれの向きが違くない？ちょっと傾いてますよね。いや、あんま、全部ランダムか。一応撮るだけ撮ったけど。なんもなかったみたいですね。今回も人はいますね。人はいるわ。なんかここら辺の目立つトレーに、ね、なんか変なもんがドカーンって乗ってて欲しい気持ちありますけど。ほんとどこ見ればいいんだろうな。いやー、わかんないけど、とりあえず、広範囲を収めとく。広範囲を視界に移して異常を報告しておこう。ちょっとよくわかんないけど。よいしょ。さて、どうですか？いや、1だな。異変見つけたいけどな。
いやー、ないよね、ないよね。ここに椅子あったっけ？あったのかな？あんまり見てなかったな。あの人報告してみる？ちょっとなんか、無人の工場に人いるんですけど、つって。なんか人がいるけど。さあ、どうだ？あと、あそこの時間がさ、1になってたり2になってたりすることあるんですよね。いや、あれは、やはりあの人は異常じゃないっぽい。ここに椅子あったみたいですね。そうか。全然わかんな。マジ？全然わかんな。ここに何かしらは落ちてた。で、テレビでしょ？ここら辺は何も変わってないでしょ？とりあえず報告するけども。報告はするけども。マジでわかんない。なんかわかりやすいの来てくれないかな。頼んます。なんか明らかにおかしいもの。何もわからなすぎる。どうしよう。皆さんは異変に気づきましたか？私の代わりに異変報告をよろしくお願いします。マジわからん、マジわからん。どうしよう。よいしょ。まあ、こればかりはわかりやすい異常もある。あ、わかりやすい異常来たよ。なんか月明かりがすごい。月明かりがすごいです。なんていうか。そうだね。暗さがね、ちょっと違う感じですよね。これは、あ、誰かいる、誰かいる。誰かいる。あの人を撮らなきゃいけなかった、もしかして。あの人報告しなきゃいけなかった。あ、一応カウントされましたね。よかった。これ何？ 02 って。02ってどういうこと？異常が2つある。あ、なんか点滅してる。来た。なんか点滅してる。あ、あ、なんか、これは異常だわ。ライトに釣られてやってきたら、めっちゃびっくりしたやん。これに当たっちゃいけないとかは特にないですよね。私が避けなきゃいけないとかはないですよね。よかった。そんな、お見送りしてくれるだなんて、ありがとうございます。さて、あ、これで3になりましたね。これもカウントってこと？ 3 に、いや、もう0、あ、また、あ、すごい、ゆらゆらしてる。ゆら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 。これも異常です。ライトがゆらゆらしてて、非常に、チカチカしますね。なるほど。あ、電気系統の異常いいですよ。非常にわかりやすい。助かります。よいしょ。これで ?4 になった？あ、4になった。やったー。よっしゃ。あと1つかな。あ、やばい。マネキンの組み立て工場と化している。人間の切った死体じゃないですね。ちゃんとあのパーツがはめ込まれてるので、これはマネキンの組み立て工場と化してますね。というわけで、よっしゃ！これで5になったでしょ。やったー。いや、だんだんわかりやすいの来てくれて助かりますね。お、これはちょっと普通に戻ったっぽいぞ。
通に戻ったっぽいけど、普通にね、間違い探しレベルの異常もあるらしいんですよ。だからそこら辺もね、まあ、可能であれば見つけたいんですけど、これ目玉って下まつげでしたっけ？あれ、下まつげだったかな？上まつげじゃなかったかな？と、上まつげだった可能性も考えて異常報告しておきました。どうでしょうか？あれ？あ！ダメだ！マジ？カウントゼロになっちゃった。下まつげだった？下まつげだったのか。なんかあの人の目ん玉がめっちゃ光っててレーザービームってくるとか、そういう異常ないかな。こういう感じ結構テンション上がりますけど。ああ、下まつげだったな。やっちまったな。連続記録が打ち砕かれてしまいました。いやーでも本当に、些細な異常っていうのは、このフロアはだいぶ、難しいんじゃないですかね。え、01って何？異常がないのが、異常なかったって、あ、テレビに映ってる。おー。テレビになんか映ってます。これは何でしょうね。あー。なんだ、柵？なんだろう。なんだかよくわからないが。とりあえず、異常は報告できました。よっしゃ。これで、ああ、こっち、これは異常を報告した数で、こっちは、正解、連続正解数か、多分。だね。だから最初は異常なかったんだな。うんうん。そうだね。椅子があって。うん。だいたいこんな感じですよね。で、下まつげでしょ？にっこりと、むすっとしてて。で、まあ、ほぼこんな感じですよね。はい。うん。だね、どうですか？あ、今回も何もなかったっぽいですね。よし。はい。で、ここで、人がいて、あ？これ、一番上緑じゃなかった？黄色だったっけ？最初私には緑に見えたんですけど。緑だったような気がするから、これで報告してみましょう。どうですか？あ、4になりましたね。異常が増えました。よっしゃ。あ、なんか、エモい。なんかエモい感じになってません？もうちょっと無機質な明かりでしたよね。こんなエモくないはず。なんかちょっとレトロな感じになりましたよね。うん、なんか過去にタイムスリップしてきたかのような、そんな感じになったけど。よし！やったやった！連続正解。5連続。あ、そうですよね。これがもう、一番落ち着いて見れる明るさというか。あれ？あれ？あ、びっくりした。なんか腕上げてんのかなって思ったけど、あの、後ろの、あれが重なっただけだった。あれ？私、これが緑かと思ってたけど、別に黄色ですね。黄色だな、普通に。そうか。え、なのになんか正解なものを私は取っていたのかな？よくわからないけど。今回はわかんないですね。うん。行ってみよう。どうですか？あ、なんか、ここは進みましたね。わ、わあ、またバラバラになってる。バラバラ、これは、ああ、バグってますね。バグってる、バグってる。ガス&ブロフェリーズ。次は、ここが舞台ってこと？行ってみましょうか。うん。アイス。アイスコールドドリンク。
ほうほう。なんかのポスターに。ここが舞台になるんですかね。ここを開けて、トイレ。自動的に懐中電灯をつけてくれる。なんという優しさ。よし、今日最後のエリアだ。繰り返すが、観察し分析することだ。データが明確なほど早く終わらせられるぞ。データが明確なほど。雨の音しますね。1980年1234567お1234567、月火水木金土日がない。カレンダーとしておかしくないのか。え、これがもう異常ってこと。え、ここですよね。ここが裏。ここが最初の、え、外が舞台なんですか。 GG ガスゼロ、ノースモーキング、ターンモーターオフ。はい、この外が舞台ってこと。ちょっと見るべきところ多そうだな。全部のこのガスメーターちゃんとゼロかなみたいの確認するでしょ。あ、またこの自販機ありますね。自販機好きだな。で店内入ってきて、ガムテープぐるぐる巻き袋。あ、え、こんな暗いの。こんな暗いとこ ずっと。よく見えないっていうのか。これタバコか。ちょっと今回覚えられる自信な。ライオン、タイヤに翼。どこが安全安心ゾーンなんですか。なんか今までどこからどこで、あ、ここが22分の0。あ、これか。6個見つけたら、いや6回連続正解で OK だよみたいな、そういう感じ。ああ、じゃあここからね。はーい、行ってみます。マジか。ま、とりあえずね、この周りをガーッと回りますよね。これ赤だったっけ。で、青いバイクですよね。はいはい。で、全部ゼロで、こことそこにオイル缶があって、自動販売機買えなくて、これはなんだ。で、オイル缶があってからの店内に入り、ガムテープ、この個数とか覚えなきゃダメ。このね、アイスコールドドリンクのこのキャラクターが変わったりとかはちょっとありそうだなって思いましたね。わかりやすいとこでいくと。まあ、あとはここのキャッシュ、値段が変わってたりとか、ここに貼ってあるポスターが変わっていたりだとかは、まあ、ありえそうかなとは思いましたが、さて、もう一回？いやー、なんか、どこらへん？あれ？赤と黄色どっちが正常なの？赤い時ありましたよね。赤い時あったと思うんですけど、赤と黄色どっちなの？
とりあえず今回はこれで行ってみるとどうでしょうか。ゼロです。マジ？黄色が正常ってこと？ゼロ。黄色が正常なのかも。赤い時ありましたよね。青いバイク。ゼロ。オイル缶。うんうん。青いバイク。箱は問題ないね。そうだね。なるほどね。あれ？あ、0から1になりましたね。0から1になった。なるほど。じゃあ、何もなかったが正解なのか？あ？あれ？なんかある。なんか、え？なんか、いる？なんか、いる？あれ？よく見えないけど、なんかいるかも。助けてー！なんかいるかもー。何だったんだ？なんかいました。あ、異常が一つ。で、2になりましたね。なるほどね。いや、あれは地味に怖かったな。だって。で、ここは0で、うん。で、青いバイクですね。ゼロでしょ？ゼロ。オイル缶。自販機こんなスタイリッシュな形でしたっけ？なんか、あ？自販機こんなスタイリッシュでしたか？あれ？なんか違う気がするんだけどな。一応異常として報告しておきましたけど、どうでしょうか。あ！ゼロに戻っちゃった。自販機あんなシュッとしてたのか。なんかあんまああいうプロっていうイメージがなかったんですけど、プロだったらしい。ゼロ。ゼロ。オイル缶。で、これだよね。うん。まあ、パッと見は異常なく見えますね。はい。0から1に進みましたと。はい。うん。次は、これも0。ゼロ、黄色、青、ゼロ、ゼロ、オイル缶、自販機、オイル缶、店内、段ボール、あ、これだ。あ、これね、あれですよ。あ、この開発さん、リベイルか。この開発さんの前の作品、リベイルっていうホラーゲーム、私提供してもらってプレイしたんですけど、そこに出てくる女の子の写真だ、これ。おー、リベイルだ。いいですね。過去作知ってる、ちょっと楽しめる要素。いいですね。はい。で、異常も2に増えて、カレンダーも2になりましたと。なるほどね。リベイルもね、すごいグラフィック美しかったんですよね。そうかそうか。これ、青？あ、これ赤になってる。君は本当は青色のはずだよ。
おお、バイクの色変きましたね。私は赤も好きですけど、あそこに置いてあったのは青のはず。よし、3まで来ました。よっしゃ。次、ゴーゴー。うん。まあ、雨がね、止んでたりとかもありそうですよね。カラッとめっちゃ明るくなってるみたいな。え？何の音？めっちゃ明るくなってるみたいなことも起こりそうな気はするのですが。ゼロ。なんかいつもと違う音しない？気のせい？なんとも言えないな。ポスター。え？なになになに？なんか違う音しない？え？なんか音するようなものある？見当たらないな。ちょっと寒気してきたけど音は結構敏感なんだよな。あ！なんかあったんだ、やっぱり。でも何があったんだろう。近くで見えなかったな。音はなんか違うなって思ったんですけど。マジ？青でしょ？ゼロ。ゼロ。ここら辺は変わらず。ポスターも変わらず。今回はそんな異常見つからないっすね。はい。1に進みましたよと。はい。また見ていきましょう。ゼロ。ゼロ。何もなくて、青いバイク。ゼロ。ゼロ。オイル缶、自販機。で、お店の中、あ！死体が！死体が、なぜこんなところに。動かないよね。そういうホラーじゃないよね。別に動かないよね。大丈夫だよね。よいしょ。で、2に進みまして、異常が4つ見つけたよと。はーい。よし。で、0。0ですね。で、青くて、0。0。オイル缶からの、あ、自販機が消えてます。ああ、故障してたけど、ついに、電源まで落ちてしまった。これはわかりやすくてよかったですね。よいしょ。というわけで、異変が5つ、3日目になりました。はい。絶対ここの数字変わってるっていう異常は、あると思うんですよね。またなんかいつもと違う音しない？気のせい？ゼロ。で、自販機で。この音、なんなん？この音、なんなん？ん？なんだ？なんか音するって。でも何を取ればいいのかわかんないな。異常報告？なんか変な音するけど。どう、この子はどう異常報告してくれたんだろうか。あ！これだったのか！これです！
マジ音関係ない。あ、でも進みました。進みました。なんかあれなのかな、異常があったよなかったよだけなのかな。特に視界に収めて、視界に収めて報告する必要があるんじゃなくて、ざっくりとあったよなかったよだけの可能性ある。もしかして。あ、これはもう異常じゃないですか。なんか店内に緑が芽吹いてる。生命力を感じますね。ツタ植物のツル？ツタ？あ、5まで来ました。異常は、見つけた異常は7個です。よっしゃ。あ、カラス。カラス異常だよ。ありましたね。いや、これで6日目いけるんじゃないですか。よっしゃよっしゃ。急げー。えい。で、これで6日ですが、あ、わあ、すごい。これは、リベールの時のサーカスを思い出しますね。うわあ、なんだこれ。本当に、業務をちゃんと無事に終えられるのかな。これやっぱリベール関係あるのかな？ないかな？うわぁ。本当に入って大丈夫？これ。大丈夫ですか？上司。大丈夫？眩しい。あ。目覚めた。あ。眠ってた？眠ったまま。お疲れさん。今日の仕事はここまでだ。残りは明日我々が引き継ぐ。お休み。え？最初のサイクルが終了しただって。これを何度も何度も繰り返して、66個の異常をすべて見つけると何かが起こりそうな感じしますよね。そうすると、この会社のことが、なんでこんな仕事をさせられてるのかっていうのがわかるのかな。リベイルっていうホラーゲームもね、結構最後の最後でこうガラッと展開が動くというか、そういうのがあったので、なんかそっち系の演出なのかも。だから66個見つけるとぐわっと一気にストーリーが分かったりしそうな予感はしますね。わかんないけど、はい、こんな感じで結構ホラー要素、雰囲気で怖がらせてくるタイプのそうホラー要素のある間違い異変探しゲーム、美麗なグラフィックでね、没入感抜群に楽しむことができるので、ぜひぜひ動画概要欄にストアページを載せていますので、チェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画やライブ配信でお会いしましょう。バイバーイ。